コラディア・リントはフランスの車両メーカーであるアルストムが展開する機動車。元はリンケ・ホフマン社が設計したもので、1996年に買収後はアルストムの鉄道車両ブランドであるコラディアの一部として販売が行われている。名称のリントはライスター・イナベイティバー・ナバー・キストライ・オブ・ワガンの当時語である。 動力はディーゼルエンジンと水素燃料エンジンの2種類から選択可能である。車体は高材料の構造で製作されている。自動連結機を搭載し、最大4編成まで連結できる。リント27とリント41の場合、1両あたり1つの動力台車はトグナム製 v 型6気筒ディーゼルエンジンを持つ駆動システムによって、 エンジンから動力が軸継ぎ手と軸に伝達され、駆動される。リント54とリント81には駆動システムを持つ台車がもう一つ設置できる。圧縮空気で作動されるディスクブレーキが主に使用され、動力台車あたりに電磁吸着ブレーキが追加で装着されている。旧型車両にはマネーコールレクスロート空圧製の制動装置が搭載されたが、 後で、クノールブレムゼ製の制動装置と変更された。DB レギオ、エリカ急行鉄道タウヌス鉄道の車両には、リターだが、油圧補助ブレーキとして設置されている。ディーゼル微粒子補修フィルターは、イリックス、タウヌス鉄道の車両に追加で設置されている。案内放送の内容は次の停車駅の名と下車時の扉を含めている。それで、視覚障害者はたやすく、列車から降りる。 車両に空調装置は運転車用と乗客用と区分されている。屋根の空調装置は一両あたりに2つ装着されている。ディーゼルエンジンの排熱は車内と運転室の暖房に利用される。排熱が十分ではない場合、ディーゼル燃焼の保存暖房機が作動する。暖房機、送風機、空調装置はスフィローズ車が供給する。前の供給車はベバスト車だった。 運転台はリタル車によって顧客向けのソリューションとして制作される。形式の数字は車両のメートル長を意味する。ドイツ鉄道車両の登録番号の中で0640。型として表示される機動車は27.26メートルの長さからリント27にあたる。高さ76センチメートル上降上に最適化されている車両の場合、末に H 字が追加でつく。 長さ41.81メートルあるいは42.17メートルのリント41は、ドイツで648.16480623の番号で登録されて、唯一で連接台車を持つ。2両のリント54と3両リント81は、単台車上の構え体の構造で供給されている。DB 所属のリント27単行運転が可能な、機動車。 1> 3 1 5ットの出力と時速1 2 0トルの最高速度を発揮する。ドイツ鉄道のリント27の特徴は動力がディーゼル油圧方式で伝達されることで一方他の後継形式モデルでは自動変速機が装着されている。車両内部には2等席52席、1等席8席が多目的空間には13席の折り畳み式座席が配置されている。 オタワオートレイン用のリント41に車体、連接式機動車。出入り扉の数は4つで、車内ではトイレと荷物設置所の配置を選択できる。一部会社の車両には扉の側に切符自販機が設置されている。動力台車と出入り口の間、床の下には1台あたり3 1 5ットから3 9 0ットのエンジンが装着されて、短台車を 自在継手と連結軸で駆動する。622系機動車2両編成の機動車。出入り扉の数は8つで、空調機、緊急通話装置、監視カメラが装着されている。ドイツ鉄道には、バーオの路線網の名で2014年5月から、ホアエフェル線とエルフト国線の路線に投入された。ケルン市の620系機動車3両編成の機動車。 リント81機動車は、ドイツ鉄道には620系機動車にあたり、12の出入り扉を持つ。リント54と異なり、2つの短大車付きの中間車両が動力客車として編成されている。ドイツ鉄道の編成車両の番号は 620XX6210XX6205XX の順番で付けられている。 イノトランス2016で展示されたイリントカーディアイリントは水素燃料電池を搭載したカーディアイリント54のバージョンでありアルストムとド,ドイツ航空宇宙センターによって共同開発されたイリントはイノトランス2016で発表された新しいモデルであり世界初の量産水速度鉄道車両であるカーディアイリントの最高速度は 時速 140km に達し、満タンの水素タンクで600から 800km 走行することができる。この車両はアルストムのザルツギッター工場で組み立てられている。水素イオンは燃料電池によって電気エネルギーに変換され、電気駆動装置を駆動する。水素貯蔵装置は2本の 90kg 容量の燃料タンクの形で屋根状に設置されている。 イリントは 87KN の駆動力 544kW の出力を発揮する。110kWh 容量のリチウムイオン二次電池はエネルギー貯蔵所として乗客用空間の下に装備されている。その二次電池は回生ブレーキに必要なエネルギーを備蓄して車両の出発時スイッチを入れる。2014年ニーダーザク選手ラインルール運輸連合。 バーデンビュルテンベルク州ラインマインウニュー連合は48本の水素動車の供給に関する契約にアルストム社と共に署名した。それで鉄道車両モデルの開発は促進されると想定される。この車両は2017年3月20日に時速8 0トルでの走行試験を開始した。カーデアイリントは2018年9月に ドイツニーダーザク選手のブクステフルでブレーマーフェルでブレーマーハーフェンクックスハーフェン路線での運用に入った。これらの列車への燃料を補給は移動式水素補給所で行われているが2021年までに駅での燃料供給が開始され14列車以上が追加される。ありがとうございます。